ポンちゃん、はい、はい、はい、おはよう。ポンちゃんは朝から荷物部屋ですか。孤独を愛する女ですか。はい、そうなんですか。クロケンパパ、欠席情報。今朝ですね、3日目を迎えました。痛くなってからですね、1日目はまあ、痛み止めが効いているということで、スルーしたとして、丸2日、薬なしで痛みがありません。はい、痛みがないので、そしてですね、2日間は、痛くなくて病院に行った当日とその翌日はかなりの長距離歩きました。そして3日目は雨が降っていたからっていう理由で、実はね、午後にちょっと晴れたりしたんですが、歩かなかったです。まあ疲れてるしね、今日もちょっとね、筋肉痛ひどいんですよ。で、今日あたりはそうね、自転車で移動みたいなこともしようかな。歩く方がいいとは言われたんですけれども、2日間、スルーしたので、ひょっとしたら流れているかもしれないですね。完全に、外に出たかどうかは確認できてないんですけれども、なんとなくいいかなと。水さえちゃんと飲んだけどね、いいような気がします。ということで、今日はできたら自転車で散歩に行こうかな。はい、向こうの部屋でも待ってるよ。はい、あ、ジャン君。はい、ジャン君。はい、ジャン君もおはよう。おはよう。はい、ジャン君。ポンちゃん、ぐっちゃぐちゃですが、はい、ここに並んでるってことは、マオイママさんがなんか撮影でもしてたね、君たち。さあ、今日も頑張りましょう。ポンちゃんのスリスリ。ポンちゃん、ポンちゃん舐めてくれないのね。あ、そう。時々少しだけ舐める時もあるけど、ほとんど舐めないのね。ジャン君はペロペロしてくれます。ジャンはジャン君のことしか舐めませんね。ーぽんちゃん、ぽんちゃん、シュリシュリ、ぽんちゃんのシュリシュリ。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、兄弟。ポンの兄弟、顔でかいね。はい、お支払い。はい、今また自転車でですけど、少し走ってきました。運動と、運動と言われてるわけじゃないんだよね。歩けって言われてるだけでね。と、水分補給、水、いっぱい飲んでます。ただ、水はちょっと飽きてきたので、こんなものを用意してみました。スイカサイダー、これ飲むよ。よいしょ。はい、スイカだ。ね、スイカの青いとこの、青いとこっていうか、なんだっけ、皮に近いとこね、の味までする。香りなのかな。まあ、
ということはキュウリの匂いだね。パッケージも可愛いから取ったり、うん、このような感じになっています。ラベル乾杯。キュウリの匂いでしょ。キュウリっていうか甘い匂いがするから。そうか、味の方にじゃあキュウリが入ってるのか。やっぱスイカなのかな、甘みのある匂いだから。コップが曇っちゃったね。あ、そう、洗いたての綺麗だよ。はい、美味しかったです。ありがとう。いただき物でした。はい、ジャン君ポンちゃん仲良く並んでおりますが、なんかいっぱい領収書に載ってる人がいますね。今ね、ちょっと作業してるのよ。ポンちゃん、仕事してるとこを邪魔してると思うよ、君。うん、なんか蹴っていったよ。こっちはね、もう古いやつだから、もう捨てる。だってさ、こっちは、でもこっちは大事なやつ。こっちはもういいですよ。じゃあね、資源ゴミに回すやつだよ。はい。Yeah.